まあ、居留地の時代ですね、時に、非常に大きなホテルとしてグランドホテルで、このホテルが担当した、横浜の周辺を巡っていく、中村優太です。今回は展示作品に加えて、会期前に横浜看板観光というガイドツアーを開催しました。そのガイドツアーを行うにあたっては、1898年に横浜のグランドホテルから刊行されたガイドブックの中に作られた地図をもとに、およそ120年前の街並みを参加者の人たちと一緒に回りました。120年ほど経っていると街並みはだいぶと変わってはいるんですけれども、そういった当時の名残を思わせるような建物のかけらなどを一緒に観光して回っていきました。オーソドックスに外側から形を作っていくのではなくて、内側を掘るってことを結構やってます。こう人物の像を、陶器ですね、焼き物で、彫刻にしている、まあ、あの作家です。僕は普段、京都をベースにして、作品の制作をいろいろやっているんですけど、今回、まあ、中野さんとお話をする中で横浜を一つモチーフにして、作品を作りましょうかという話に、なりました。今ご紹介していただいた乾漆という技法なんですけれども、皆さんご存知かもしれないんですけど、漆を、使って、布や紙を漆を使って固めていって形を作っていく。まあ僕絵描きなんで映像の技術もないし、まあいつかできたらいいなぐらいに考えてたら、本当中野さんからまあちょっと君の絵を動かしてみたら面白いと思うっていう提案を受けて、こういうことを今回やりました。まあああいう彫刻を送っていることもありますけども、平面の作品っていうのがどういうふうに劇場に突然とこう侵入するのかなっていう、その侵入の仕方を考えたんですね。人と物が出会う時の衝撃、物と物が出会う時の、まあ、衝撃から運動っていうことをよく作品化してるんですけども、劇場ってこう美術館に比べて、美術館もよりこう日常とその中の空間切り離される感覚があるんですが、劇場はさらにそれがもっとこう切り離されて、その空間がちょっとこうフィクション化されるというか、そういう感覚があって、それに僕はすごい興味を持っていたんですね。だからまず最初に、ここに今何人いますか。じゃあ受講生で11人。受講生11人だから1個インスタレーションに行くようにしましょう。で実際みんなでここで一回くじ引きを引いて、今日1日今から3時間何をやるのかって、そのくじ引きにかかってるので、価値観ってわかるかな。ねえ、このハサミは切れるよね。切るっていうのは一つの機能だけど、切る以外にも、バッテンにもなるとか、これはね、実はこっちの方が美しいとか、誰も知らないようなことを気づかせてくれるのが美術です。大人と交換かもしれないな。そうです、うん、はい、1番引いた人、はい、1番引いた人、じゃあ、はい、です。作れます。僕もこれはやりたい。789インスタレーションってわかりますか。空間を使ってその空間自体を作品にすること、つまり立体をやってもいいし、絵をやってもいいし、全部、まあ、分かりやすく言うと舞台のセットを作ると思ってくれてもいいかもしれない。で、近未来のテーマでインスタレーションを作ってください。それもいっぱいなんか近未来になりそうな素材が用意されてます。アルミホイルとかめちゃくちゃおすすめです。はい、しつこいのあるんじゃない、やっぱり。こっちと繋がるから。作家に大事なのはやっぱりね、一貫性でしょ。一貫性。ないわ。ないわ。
いいでしょ。